皆さんこんにちは、くるみです。少しまた期間が空いてしまったんですが、なんとその間に髪をバッサリ切りました。1年ぶりくらいに美容室に行って髪を切ってきました。もうロングだったんですけど、毛先がもう乾燥と痛みでボロボロだったのでバッサリ切っちゃいました。本日ですね、皆さんにシェアしていきたいなと思っている内容が、ミリタリーパートナーがいる方に向けての内容となっております。で、今回は、カップル編、デーティング編でちょっと話していきたいなと思うんですが、私が付き合い始めたばっかりの時にすごくこう悩んだこと、検索してもなかなか出てこなかった内容とかっていうところをお話ししていきたいなと思います。で、私もミリタリーの人と付き合ったのはカルロスが初めてだったので、どういう風に接していくというか、こうそのミリタリーのことを学んでいったらいいのかとかっていうのを本当に分からなくて、一生懸命こう調べて、ネットで調べたりしてたんですけど、情報っていうのがそんなに多いわけではなかったりとか、あと結構内容自体が古かったりして、こう今とは違う仕様になってたりっていうのがあるので、付き合う編、デーティング編と結婚編で2つに分けてお話ししていきたいなと思います。大きく5つにカテゴライズをして話していきたいと思います。で、前回の自己紹介の動画から、私もミリタリーの人と付き合ってますっていう風にお話ししてくださる方もいたので、まあ、ちょっとその方とかとも情報共有ができたらなと思います。で、今回お話しする内容と、その次のパート2の方の内容として、私が体験したこと、私が思っていたことっていう風に話していくので、こう皆さんに当てはまるかって言われたらそうではないと思います。で、あとはこうミリタリーの中でもどこに所属してるか、どの部署にいるかっていうので、全員が当てはまる内容ではないとは思いますが、参考になればと思います。では早速パート1、まず1からですね。1つ目は、どのタイミングから付き合ったことになりますかとか、まあ、これはミリタリーっていうよりかは、対アメリカ人でも、まあ、どの国の方でもいいんですけど、対日本人じゃない場合、こういつから付き合ってるって言っていいのかっていうのが結構こう検索していくと、アメリカ人は告白制度がないとかっていう風に結構出てきたりすると思うんですけれども、結構その通りで、あんまりこう付き合ってくださいっていう言葉を言われて付き合うっていう人は少ないかなと思います。で、私の場合、職場のご飯会に連れてってもらって、彼女ですっていう風に紹介された時に、ああ私彼女なんだ今っていう風に気づいたっていうくらい、この関係は一体っていう感じが結構続きます。続きますってか続いてました。まあ直接本人に聞くっていう手もありなんですけど、結構濁されたりとか、えっこれって今どういう関係っていう風に思った時に、あんまり深く話ができない可能性もあるかなっていう風に思います。で、なんでかっていうと、まあ同タイミング同時期にこう何人かとデートに行って、こういい人を探してる可能性があります。で、それは男性も女性も同じで、まあ、自分に合う人を探すためにデーティング期間っていうのがあります。もう正式に付き合う前の1個前の段階です。それが結構日本人よりディープなところっていうか、こうご飯だけじゃない可能性もあるので、ボディタッチが多かったりっていうので、あれ今付き合ってんのかなっていう風になる方が多いみたいです。彼氏彼女になる段階の前ってこうご飯に行ったりとか、相手を知ってから付き合うっていう形になると思うんですけど、少し期間は長いのかなっていう風に思います。私はそういうのをご飯に連れてもらって、ガールフレンドだよって言ってもらって、あそうなんだって気づいたってだけなので、その話してる中でガールフレンドになってって言ってくれる人ももちろんいると思います。なので、まあそこは本当人それぞれなので、んって思って、ちょっと期間長くないかって思ったら聞いてみてもいいのかなと思います。2つ目は会話ですね。なんですけど、前回の自己紹介でも少し話していたことがあって、その英会話プラスミリタリーの専門用語、業界用語を覚えないと
仕事の話とかは結構こう専門用語を交えて周りの人とかとも話していくので、こうご飯食べに行った時に、まあ、仕事の話になっていくとだんだん分からなくなっていくと思います。でそうなった時は基本的にパートナーに聞いてみるっていう方が一番手っ取り早いかなっていうのが正直思います。業界用語ってどんなのってなると思うんですけど、まあ、建物ならないか基本は本当に略称が多かったりとか、あと結構私がちょくちょく PCS っていう風に言ってるんですけど、それもあの引っ越しのことを PCS って呼んだりとか、こうあんまり普通に英会話をするタイミングでは使わないような単語が本当に多いです。おそらくこう付き合っていくってなると、どっちかっていうと英語を覚える人の方が多い気がします。なんかお互い日本語をじゃあ学ぶねとかって言ってる人は付き合ってる期間の時は少ないのかなっていうふうに思います。まあ、なんでかっていうと、ミリタリーのそのベースの中で英語で生活できちゃうんですよ。こう日本語がいらない状態で生活をしてるので、別に日本語まだまだしても大丈夫っていう人が多いです。で日本語が話せる人は割と日本人の奥さんがいたりとか、前に日本人の彼女がいたりとかっていう人が多いので、まあ、日本語が話せたら、まあ、お互いこう協力し合ってっていうのはできると思うんですけど、例えば初めて日本人の彼女ができましたっていうとゼロからのスタートなので、英語を頑張る方が早い可能性は高いです。私一回英語を覚えた方が早いって思ったので、私結構英語をその時に一気に勉強したっていう感じです。カルロスは私と住むようになってすごく日本語を覚えるようになってきました。まあ、なので、まあ、本人のやる気次第でそこは変わってくるかなと思うんですけど、あんまりミリタリーの人は日本語話せる人は少ないと思っていた方がいいと思います。3つ目、付き合うっていくと、何かしら誕生日、記念日っていう、こう特別な日ができると思うんですけど、サプライズは計画しないことをおすすめします。まあ、それにももちろん理由があって、割と職業であれば全然お休みとかもきちんともらえたりとか、この日とこの日は休みっていう風に決まっていたり、まあ何かすごく大事な日だったら有給を取ったりっていうのが可能だと思うんですけど、ミリタリーの人たちの有給の使い方って、ここお休みの使い方っていうのは、旅行したりするのにちょっと長めのお休みを取るっていう休みの取り方が多いのと、あと大きく休みをどんで1ヶ月とか取って母国に帰るっていう使い方をする人がほとんどです。休みの日本当に休みだとは限らないです。もし上のボスからこの日を出勤してください、この日は来てくださいって言われたら、それに必ず従わなければいけないっていうのがことが多いです。なので例えば誕生日でたまたま休みだった、じゃサプライズでレストランを予約してってされる方が多いかなと思うんですけど、キャンセルになることもあるっていうのは頭に入れておいた方がいいと思います。その連絡、出勤してくださいっていう連絡も前日とか、なんだったらその日当日とかに連絡が来ることもあるので、あんまりこう前々からサプライズを準備してレストランとホテルを予約してみたいなのはない方が、こう期待もやっぱりしちゃうと思うので、それもしないでおくっていうのがベストかなと思います。例えば船に乗ってる人とか連絡さえ取れないっていうのが普通になってきちゃうので、記念日はあるようでないって思っていた方がいいと思います。でむしろその付近で何かそういろいろできたらラッキーって思っていた方がいいのかなと思います。日本に住んでた時はカルロスの誕生日は2回かな、勤務してくださいっていう連絡が来てしまって、結局何もできなかった、その近辺で何もできなかったっていうのがあったりとか、旅行をもう日本から本当出る少し前にもう最後だからって言って、今回は大丈夫だろうって言って取ってくれた有給でさえ出勤、日本に
内にいるなら出勤してくださいっていう風になって、結局そのなんか旅行も短縮したりとかっていうのがあったくらい、結構頻繁にそれが起こります。なので休みでもあんまり休みって思ってない方がいいかもしれないです。だからデートのドタキャンとかもあり得る話だっていうのはちょっと頭に入れてつけていくのがいいかなと思います。4つ目です。いいことではないんですけど、ロマンス詐欺っていうのがどうしてもあります。日本にいる女の子たちとただ遊びたいだけっていう子ももちろんその中にはいて、母国に彼女や奥さんいる人も実はいて、それを隠して日本人の子と付き合うっていう人も中にはいるっていうのを忘れないでほしいなと思います。まあ、ロマンス詐欺的なところプラスでいくと、ベースの中での浮気とかっていうのは日常茶飯事に起きてます。もうそれこそきっとこう結婚してない方だと多くがこうバラックスっていうこうなんていうの、社宅みたいな建物にみんなでこう住んでるんですけど、まあ、その中で誰かの彼女を取ったとか浮気したとか誰かの彼氏と寝たとかって話は正直ゴロゴロあって、いい話では全くないんですけど、それを自慢する人とかもいるくらい、まあよく起こる出来事ではあります。まあ、自分のそのパートナーを疑えって言ってるわけではないんですけど、まあ、悲しい思いをしないためにも怪しいなって思ったらちょっと話し合う時間とかを設けてもいいかなとは思います。てかもうおすすめします。それをいつでも連絡が通じるっていうわけではないっていうのだけ思っていた方がいいかもしれないです。所属してるミリタリーの環境にもよるんですけど、こう例えば船勤務になったりとかするとどこに行くとかも親族にさえ言えないくって、プラス親族こうにも連絡もできないっていう環境の人が多いです。なので彼女にも連絡ももちろんできないですし、どこに行くとも伝えられないっていう可能性もあります。なかなか連絡が来ないですとかっていうのは結構、まあ、そうなることもあるよっていうのだけ思っていた方がいいです。でカルルスはあのサムネにもある通りセキュリティなので、船勤務では今はなくって、陸で働いてるので連絡ができないっていうわけではないんですけど、全部が全部話してくれるわけではないよっていうのだけ思っていた方がいいかもしれないです。多分連絡つかないなって言ってる人は船の人が多いのかなと思うんですけど、まあそう今それこそコロナの影響ですぐ帰ってこれなかったりとか、その地域にとどまらなきゃいけないっていう人もいるので、もうなんで帰ってきてくれないのとかってやっぱりどうしても期間が延びれば延びるほどなると思うんですけど、ミリタリーのルールで急にポンってこう起きることだったりするので、それとも付き合っていかなきゃいけないんだなっていうのは頭に入れといた方がいいかなと思います。以上今回は5つ付き合った時編、付き合ってる時編、デーティング編で5つをちょっとお話ししたんですけど、なかなかこう周りに聞ける、同じ環境で周りに聞けるのであればすごくベストだと思うんですけど、ネットとかでこう調べても同じ感じのこう悩んでる方とかは少なかったりすると思います。なので自己紹介でもちょっとお話しした通り、何かでこれってっていうのがあればよかったら Twitter と Instagram よかったらフォローしていただいて DM 開けてますのでしていただけたらと思います。以上で今日のミリタリーパートナーと向き合うデーティング編でした。 Thank you so much for watching. I will see you guys again soon. Bye.